おりおり、ウクレレアーティストの田中慎之介です。今回は、最近のですねバンクーバーでのルーティーンをですねご紹介したいなと思います。ということで早速歯磨きをねしていく感じでございます。これ今さっき見せたのはカナダの歯磨き粉なんですけども、まあ普通そしてメガネを外しましてコンタクトに切り替えたいと思います。いやね、ほんとね、最近ねもう物ごつい寒くなってきて、もうね、なんでしょうね、なんか部屋の中もめっちゃ寒いかなと思ったらそうでもなくて、なんかカナダだけなんかな、この部屋のなんか周りらへんにすごいこう暖房みたいなのがあるんですよ。それがあってすごいねこう快適なんですよね。とかめっちゃ暑い、ほんまに暑い、なんか窓を開けててもすごい灼熱ぐらい暑くて、ちょっとねその換気がねだいぶ必要な感じでございます。ということでお弁当を用意しております。僕のお弁当はすべて冷凍食品でございまして、まあ冷凍食品というかもう自分で作ったものを冷凍して、それで解凍してるだけなんですけども、これね、電子レンジね、500ワットとか600ワットとかじゃなくて、なんか1000何ぼかとか、そうなんですけど、めちゃくちゃね、温まるの早いんですよ。これ4分なんですけど、めっちゃ熱くて、これ卵ちょっとあれなんですけど、これ出汁の、なんかこう、出汁のあれですわ。バナナちょっとやめてで毎朝こうやってねコーヒーをドリップして入れておりまして、まあお弁当と空のボトルとコーヒーをね持って、いつも学校に行ってる感じでございます。シェアハウスに住んでるんですけども、僕とあと他3人のね方がいらっしゃるんですが、もうみんなねこう成熟っていうか大人の方でございまして、もうすごくね暮らしやすいということで、おはようございます。ほんまマジで寝起きの顔になってるということで今から学校に行きたいと思います。ということでこの清々しい朝をご覧くださいませ。これ10月ぐらいなんですけども、11月だったらね本当に雪降って寒いっす。ということで今授業をやっている次第でございますが、こうやってねもうガチガチ真剣に授業を聞いております。チャットはね英語をね聞こえるようになりました。本当にねだんだんとこう成長してるなと思います。ここはデイビーストリートって言うんですけども、そこではねこのレインボーの LGBTQ のねこういうちょっとこうモチーフとしたところがたくさんありまして、とてもねこう歩いててすがすがしいというか気持ちいいところになっております。これで、ね、まあ10月なんですけど、もうめちゃくちゃ晴れててすごいね綺麗なお空になっております。これね、まあ、11月なんですけども、めちゃくちゃ寒くて、もう曇り空になってて、まあ、大体雨が降ってる、もう本当のバンクーバーみたいな感じになっております。すがすがしい！本当にね、ここはイングリッシュベイという、この、有名なビーチになっております。こう、ちょっとこう、晴れた時とかにはね、こうやってウクレレ弾いたりとかしておりまして、見て、この雰囲気、このベンチのところをね、いいと思いません？そしたらなんとこういう感じでちょっと見知らぬ方にこう撮ってもらったりとかねして、こうなんか楽しんでいるわけでございますすごいちょっとこう驚きね、本当に。でその方にこうリンゴをもらいました。はい、1ヶ月ぐらい冷蔵庫にまだ眠っておりますでこれバスの中なんですけども、だいたいバスはね青と黄色の感じなんです。これ早い、タイミングが早い。これお寿司のとこ、お寿司、うどん食べちゃった。お寿司じゃなくて、うどん食べてたりとかね。こういろいろして。あ、次来ちゃった。次はね、こう有名なカフェなんですけども、ブレンズコーヒーっていう、とこなんですけどもね。すごい、僕はここでいつも作業をしている感じでございます。ということで、アルバイトに向かいたいなと思っておりまして、これが僕の服装になっております。こういうね、日本人じゃちょっと珍しい、こう、ローカルレストランで働いておりまして、本当にね、周りはね、みんな、カナダの人だったりとかも、すごいもう、ずっと英語の環境で働かせていただいております。ポジションはね、こうやってなんか、ろうそく吹いたりとかしてる、なんかポジションです。ちゃうねんけどね。このサーバーっていう、なんかこの、なんかこう、注文聞く人のアシスタントをするような感じで、まあ、ちょっとこう、フードを運んだりとかしておりまして、めっちゃ楽しいよ、本当に。
ね、すごい有名なレストランでございまして、チャンバーっていうんですけども、もうバンクーバー来た時にはね、お越しになっていただければと思います。ということで、お仕事が終わりました。ということで、本当にね、環境に恵まれておりまして、ずっとこう英語をね喋れるような環境にいるんですよ。だからローカルレストランといい、シェアハウスも本当にブラジル人とネパール人とかね、こう日本人がいないシェアハウスに偶然当たりまして、で本当にね、なんかこう生活していく上でこう少しずつこう英語が伸びてきているなっていう実感をね湧くようになってきました。もう最近はね、本当にね、あの大体何言ってるか聞こえるみたいな感じだと、大体ちょっと伝えたいことが伝わるみたいな、そこまで進化しました。ということで、ここで必見でございます。駅のね、この電車が来ますいうとこでございます。はいこれちょっと気がつきません。これなんと駅員さんがいないんです。すべてね、あの AI なんかな、テクノロジーがこう電車動かしてるんですよ。すごくないですか。もうすごいなと思って、ちょっとこれを皆さんにこうシェアしたいなと思うんですけども、はい、バンクーバーのね、あの電車のあの会社名はスカイトレインと言いまして、まあ、なんかすごいこうかっこいい名前ですよねなんかすっごい内容の薄いここあのハンバーガー屋さんなんですけども、 A&W って言いまして、あのすごいハンバーガー高いんですなんか僕あんま行かないですけども、まあ、ちょっとなんか食べたいなと思った時に行くぐらいなんですけど、まあ、カナダなんかな、なんかすごく美味しいって感じですね。で、お風呂入って、あの、なんか皿洗いして、なんか夜食じゃないですけども、このヨーグルトをこう、食いながらですね、こう、美味しいみたいな、こう、後ろの時は全然関係ありません。壊れておりまして、ね、美味しいみたいな感じでございます。で、ギリシャヨーグルトをね、食べながら、最後にね、ほわほわの仕事をしておりまして、で、ようやく、ちょっとこう、歯を磨きながら、夜を迎えるわけでございます。ということで、今回はここまでにしたいと思います。皆さん、おやすみなさいませ。